いやお待たせいたしました。車下次郎です。いや見てくださいよ、これ電車乗ってきちゃったよ。恥ずかしかったわ。いやでもこれね、この間ほら浅草で、はい、まさかの奇跡の全セット揃えてしまったじゃないですか。その中でね、あと一つ足らないものがある。何だと思います？あと一つ足らないの。あ、こう首の、そうです、お守り。このお守りを探しに今日は柴又へやってきました。見てください。そっくりですほぼ一緒ですやっぱりね、孫にも衣装ってもんでね、もう衣装着たらもうね、まさに寅さん誰もが分かる、ありがたいアイテムこのね、僕1回だけ来たことあるんですよ、島また、1回だけね。この時にこれ発見して、実は見てください、この左だっけ右だっけ、左足そうそう、これ擦れてるでしょ、こっち擦れてない、はい、こっち、ここを触ると縁起がいいっていうか、いいことが起こるよって言われてる。それだけは知ってる。それだけは知ってるんですよ。見て、夢の共演。ほぼ一緒。まさかの。いやいやいや、夢の共演しちゃったなやつって。ありがとうございます。それからあちら見てください。これはこの銅像後でできたらしいんですよ。後で等身大、うん、そこまでは分かってんだけど見送る桜ちゃんと兄ちゃん帰ってきたぞおい兄ちゃん、兄ちゃん帰って、いやそれとこっちか、こっ左から見るさくらさんは似てると、山田洋次監督もご本人もそうやって言うと、左から見るのがよく似てる、はい、おあ、俺トラさんの子供いるトラさんの子供トラさんの子供いたびっくりしたね、はい、これなんて書いてある、さ、書いてあります、ね、これ落書き、落書きしちゃったんじゃない誰か、ひどいね、見てよ、もうなんちっちってダメだよ落書きしちゃう。じゃあ早速あと一つ、残りのアイテム一つ、大盛り最弱点まで行きます。はい。お願いします。完璧でしょ。バッチリです。完璧でしょこれも。いやーすごい。ああ、ここが参道です。参道。参道。おはようございます。トラさん。どうもおはようございます。トラさんお帰りなさい。お久しぶりにトラさん見ましたけど。帰ってきたぞ。トラさんお帰りなさい。いきなり。上から下まで。いきなりすごい人になっちゃった。だって久しぶりなんですよ本当に。あ、この格好。そう。以前は やっぱりこう好きな方が来られたりとか、そうだね、そうなんですよね、やっぱこうフラッと歩かれたりとかしてたんですけど、やっぱこの ねこのご時世で、ね、なかなかきっと全国にトラさんファンの人で来たいと思ってるんですけど、うん、来れてない状況で ねだから今日はトラさんが来ましたよ。トラさんお帰りなさい。すみません、あの初めまして、歌舞伎俳優してます市川九段次と申します。浅草歩いてて、はい、この衣装に出会っちゃって、あそこですよね、うん、あそこのすごい派手めのこう、分かる、ピンポイン通りの、そうそうそう、あそうそう、でこれいいねって買おうって買って、 そしたらじゃあ柴又だよねってなって今日はちょっとあのお守りをね、あそうですね、 あのさっきね、はいはいはい、さくらさんの銅像あれ、はいはい、新しいんだよねまだね、そう2017年にできて、確かね、はい、そうそう3月27日ジャマックして、ですごい何こう左から見るのが似てるとか知ってて聞いてたんだけど、はい、早速ね落書きもなんかいたずらか知らないけどはい、
書いてあったね。書いてありますね。あ、そうか。あれこっち側に書いてあったのはチなんですよ。あったこれはあれなんですよ、倍賞さんのチーコの、倍賞チーコのチーコのチなんですよ。でこれ倍賞さんご本人が工房に行かれた際に、うん、あのちゃんとその作ってる穂積さんの許可を得て書き入れた、うん、で本人が書いた。そうそうそう。倍賞さんはその陶芸とかをご趣味でやってらっしゃって、で自分 の、 そうあの作品にはいつも入れてるんですけど、まあそこはね作品じゃないんだけども一応こう許可を得て知能で、ここはほら桜さんだから、ちゃんと律儀に桜さんはちゃんと自分のねつっかけには桜なるほどね。ご本人が書いてたって失礼なこと言っちゃった。とんでもない、知らない、誰がこんないたずらしてんのって。いやよくと気づかれましたよ。すごい、さすがです。すいません、じゃあちょっと行ってまいります。あ、そうそう、行ってらっしゃいませ。Tシャツ、お守りね。これだけがないね、俺ね。これがない、ないないない。俺実はここね、はい、昔あのうちの家内と2年ぐらい前かな、ちょっと来たことあるの。本当ですか？うん。ひょっこり入って、で中で、ね、巾着をね作った、巾着にここ家紋とかプリントしてくれるんですよ。あ、そう。ちょっと覗いてみていい？はい。ごめんください。あ、どうもこんにちは。すいません。一瞬カメラいいですか？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、市川九男地と申します。僕ね、一応昔ね、かみさんとね、ここ来させてもらってね、これあの巾着のね、プリントしたりするのすぐやってくれるんですよね。そうですね、5分ぐらいで。5分ぐらいですぐ作れちゃうんですよ。そういったね、お土産物がいっぱいあるの。これ作ったことあるんですよ。見てくださいよ、いろいろ。なんでまあトートバッグが。やっぱり、トラさん一色ですね。そうですね。ねえ。芝又ですね。芝又でも、申し訳ないです。僕、もうトラさんみたいな格好して、大リスペクトなんで、しかないよね。そうですね。リスペクトしてるんでね、もう、おこがましいんですけど、こんな格好をさせてもらってます、趣味で。すいません。いやすごいね。そうこういった巾着をね、ここに、でここにね真ん中に家紋をこう、ああいいですね。そう、確かに作ったんですよ。すいません、ありがとうございます。どうもありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お邪魔しました。ね、すごいでしょ。いいですね。いいでしょ。マジで全然賛同つかないまだ全然賛同つかないです。こんにちは。こんにちは。今日はこれはどういう催しなんですか？葛飾伝統工芸市、京都明日伝統工芸市。ちょっとついてるね。やばいですね。見てってもいい？いいっす。見させてもらってもいいですか？これがうちのメンバー全員入れてる。あ、そうですか。ありがとうございます。すいません。いろいろあるんだね。いや今日はついてるね。そうですね、またこんにちはすいません、ちょっと一瞬のぞかしてもらって、はい。お来たの？お母さんと来たの？パパとお兄ちゃん。ここから三度、三度だね。ね、歴史あるね。いやー、いいっすね、やっぱり。あるね。どこ見てもいるよね、久田さん。いますね。久田さんいるね。お帰り。お帰りっていいね。いいっすね。なんかこう、帰る場所があるっていうことだからね。
おもちゃ屋さん。今日はね、スタッフのお子さんも来てるんですよ。こうちゃんって言うんだけど、今日トータルコーディネートで来てくれたから、ね、ちょっとおもちゃ買ってあげようかなと。こうちゃん何が欲しい？おじちゃんが何でも買ってあげるぞ。はーい。よし、これから頑張ろうね。頑張ろう。あとね、コミカ買ったんで、あとグミが大好きだから。グミ。あとグミを買って。そうですね。ただいま。おかえりなさい。いただきます。言ってもらえた。嬉しいです。すみません、ここですよね。はい。トラさんといえばここですよね。そうですね。ね、うん。お守りを探しに来たんですけど。はいはい。お守りが見つかったらまた戻ってきます。はい、お帰りお待ちしております。はい、行ってらっしゃいませ。行ってくるぞ。はい、あったかいっすね。あったかいね。いや、下町にやっぱ人情だな。人情の町。いや、こういうとこ住みたいわ。あ、いいっすね。住みたいわ。あ、すごい。第1作から第4作まで、すごいね。すごいですね。あ、どうもすいません。お腹めってきたね。そうですね、いよいよ。やっぱ何、芝又といえば、まあ、何でもあるけどね。そうなんですよね、難しいんですよね。もう海産物じゃないよね。違う、干物系じゃないですね。干物じゃないよね。やっぱりうなぎとか。あ、そうですね。そばとか。あ、そうですね。いっぱいあるね、そばも。あ、すごい歴史が。すごいな。うなぎ食べたいね。あ、いいっすね。確かに川魚料理なんて絶対あると思うよ。あ、そうですね。そうそう、こっちの方はで、僕のお袋も実は川魚料理やってた。うなぎと。マジっすか。鯉の洗いとか。へえ。鯉をさばくわけですよ。へえ。一回また番組でもね、お袋のさばく鯉をお見せしたいなと思うんです。楽しそう。食べないよね、鯉。あ、なかなかないですよね。ないよね。食べてみませんか、おがちゃん。いや、食べたいですね。ね、ちょっと興味ありますね。土壌とか。あ、ないよ。確かに。や、すいませんね。見てください、あれ立派だね。いや、6000のやつがね、寅さんがいつも手紙を出すんだよね。あの時代はさあ、ここに入れて赤電話とかさ、手紙とか、そういう、そう、なんかいい時代っていうか、昭和のね。いや、着きました、帝釈天。ついにここに当然お守りがあるのかないのか。あるよね。あると思うんですけどね。なかったらまずい。あ、来た、こうちゃん来たぞ。嬉しい。誰買ってくれたの。開けようか。誰買ってくれたの。普段じゃありがとうでしょ。いいよな、何遍も言ったもんな。あ、おらおらおら、いいの買ったね。じゃあ行きましょうか。よし、こうちゃん行こう。こうしないと。こうしないとで
マスクして飲めんわね。そうそうね。これが帝釈天ですね。いや、歴史感じますね。感じる歴史だね。あと寅さんを感じれる。少しでも同じ空気を吸う。そうそうね。お守り探しましょうか。ありますかね。あるかな。すいません、トラさんのつけてるお守りってありますか。トラさん守りってあるん。あ、本当ですか。もう首からかけれるようになってんすか。そうですそうです。こういう形。洋服と同じが。そうなんです。ありがとうございます。ここにしか売ってないの。そうですか、はい、あ、じゃあこれちょっと購入させてください、はいはい、ありがとうございます。ちゃんとある。ちゃんとある。これ探しに来たんですよ。そうですか。あと一つだけないんですよ。お守り。全部揃えて、はい、全部揃えて、はい、もう蛇のね、蛇の皮の通り、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。お世話になりました。ゲット。嬉しい。ここまでやった人いるかな。なかなかいないですよ。もう一般のトラさんファンで。トラって書いてました。トラ。ああ、本当だ。まあね、裏は、あ、島本大釈天ね。ついに大釈天の産湯を使ってますからね。ああ、この時が来ましたね。来ましたね。入った。入りました。コンプリート。いいっすね。いや、じゃあなんか食べに行きますか。そうっすね。行きましょう。ただいま。約束通り帰ってまいりました。あ、お帰りなさい。僕ね、はい、第1作目のマドンナ三本咲子さん、はい、三本さん、はい、僕付き人してたんですよ。第1作目のマドンナ、もうあの柴又にとっては特別な方なんです。三本さんは。そうなんですか。これですよ。縁とは不思議なり。